お二人は声優になりたいとご家族に打ち明けたときどんな言葉をもらいましたか、反対されたりしましたか、よかったら教えてください。なるほど。へえ、え、なんかどう、反対とかあった？僕はバシーとは言わなかったのって。あ、そうなんだ。養成所に通い出した時とかは、なんかこう、あんまりしっかり打ち明けずに勝手に通ってたんで、勝手にバイトして勝手に行って。でもさ、そのいずれ名前が出ちゃうでしょ。行ったタイミングは、教育実習、僕小学校の先生の時でしたんで、教育実習行かなきゃいけないってなった時に本当に単位も足りてて、ただ教育実習するためには地元の学校、僕の場合だった岩手の学校に1ヶ月間教育実習っていうので、あ、地元に行かなきゃいけない。そうなんですよ、基本的には絶対そうなんで。そうなると僕、1ヶ月、仕事が入れられない、もう声優にはなってたんで、入れられないっていう状態になっちゃうんで、あ、ちょっとそこでどっち取るかってなった時に、親とも相談して、結局やっぱ声優やりたいからって言って教育実習行かなかったっていう選択肢をしたので、そこで一番こう親に、でも母親はだいぶ、いやー免許は取っといたなって言いましたけど、これ話したことあったかもしれないですけど、その時別に仕事たくさんあったわけじゃなくて、ただ教育実習を入れると僕オトメイトチャンネルっていう番組ニコ生やってたんですけど、森久保さんが MC で、梅原雄一郎、天崎浩平、八代拓、3人でアシスタントをやってっていう番組があったんですけど、その仕事をいただいて、でも教育実習行くってなるとそれは出れないっていうか、メンバーになれないっていう選択肢で、要はオトちゃんか教育実習かみたいな、わなってて、今思うとね、どっち選んでたかよかったともないんですけど、でもなんかその時に一番、なるようになるからね。結果そうなんですけど、選んだ場合は流されちゃうと、あれやっとけばよかったなとか思うんだけど、ちゃんと自分で覚悟して選ぶとさ、多分それは その道が結局ある、ありますからね、開けていくっていうか。え、村さんはどうだったんですか？俺は特に何かある程度喧嘩は しましたけど、喧嘩っていうか、あ、そうなんですね。どっちかっていうとさ、いわゆる人のね、こうパーソナリティとかってなんかいろんな型があるじゃないですか、大きく分類される中で、これはね、どっちかというと逃避型の人間なんですよ。直面する時もあるんだけど、直面せざるを得ない時は、そうじゃない時はだいたい、あ、めんどくせっつってこうやってパッと逃げちゃうというか、やんなくていいこと、やらなくていいじゃんみたいな、そういう感じの人間なんですけど、だからなんだろうな、こう自分があんまりこう会社に入ったり集団の中でこう毎日同じことをするっていうことにあんま向いてない人間だなと思ってたから、楽な仕事を常に選んでてなんかその可能性があるといいなと思ってて、で声優に、じゃあ声優はでも最初なんていうのかな、役者っていうのに対してのイメージは、自分が習い事みたいな感じで、面白そうだし行ってみただけだったんだけど、じゃあ1年目でその所属決まって、でいざじゃあなんか仕事することになりましたってなった時に、最初の1年仕事がないわけじゃん、でもそれでなんか声優になったからもういいわみたいな、大学はまず卒業しますみたいな感じで親に言ったら、あんた本当にたわけだねみたいな。そりゃ親だったら言いますね。そりゃね。でもなんだろうね、変な話、その現実に対してのリアルさがそんなにないから、なんていうのかな、全然仕事もさ、仕事がない状態の時ってさ、これから先いっぱいあるかもしれないし、全くないみたいなの、そうですね、イメージングがないじゃん、だからいやいけるいけるみたいな。いや、すごいわ。でも村瀬さんぽいっちゃぽい気はしますけどね。確かに、そう、でも最初の方全然仕事なかったけど、なんかんだでも親も結局そう話し合って、いい落としどころみたいなの見つけて、それでじゃあまあ応援するから頑張りなみたいな感じになって、親って結果やっぱ応援はしてくれますよね。そうなんだよね、形は違えど、おとんなんてもう察してましたもん俺。どうせ大学行ってなんか声優になりますって言って、多分おとん別に声優がどういうもんかっていうのを多分詳しくはもちろん知らないと思うんですけど、でもやればみたいな感じでしたもん。自分では分かってないことでも、ちょっと外から見ると、そんだけさ
いわゆる八代拓っていう人間のことよく知ってる人から見ると、あの 見えちゃってたのかもね。見えちゃってたんでしょうね。ああ多分こいつはこっち選ぶんだろうな。他はなんかやっぱりそのリアルなとこでいいのって、本当にいいのっていろいろ確認はしてくれましたけど、あでもバランス取りがいいね。いやそうだったんですよね、まあ、今考えると。だから、うん、そういう意味で覚悟を確認してくれる人と後押ししてくれる方と、どっちも結果後押しなんですけど、はい、そう、いやまあでも、まあ、多分この職業に就いた人は大体みんなそこでね、絶対まあそれはもう声優になりたいって、うん、だってね将来その自分に子供ができたとして、はいはいはい、子供がで僕声優になるわって、じゃあ 俺みたいな子供でちょっと、うん、おどん俺声優になるわって、ちょっとどうします？絶対やめなっていう絶対やめなっていうマジで絶対やめなっていう本当ね、この世界運がめちゃくちゃ要素が大きすぎて、まあ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 、ね、いやあ、今思い出したわ、森久保さんにその話したんだ、ずっと前に。え、何の何の飲み会の時に、あのもうだから自分が全然仕事ない時に、もう所属したばっかの時に、うん、なんか親にこう反対されててみたいな、そのターケンみたいな感じに言われてって話したら、いや親も説得できないみたいな、あそうそうそう、この業界やっていけないよみたいな、あれその話したわ、なんか俺その話聞いたことある。そう俺なんかそれが それがああなるほどなと思って。聞いてたのかな、橋で村田さんから。いやがいないような時期だと思う。でも俺が多分前に話したんだと思ったの、その話を。あですかね、うん、そう、なんかその言葉いいなと思って。まあなんかいやいいメールでしたね。